さっさデッドバイ10日ぶりのデッドバイで、今回ね、次の、ウィスカーだっけで、サバイバーのパークでめっちゃ強い安心感っていうパークが来るので、その対策というか天秤でガンガン釣っていこうかなという感じで、この最後のもあれって結構最後一つだけパークどれでもいいんだけどなーっていう感じなんですが、フンヌと相性がいいからつけてるんですが、でまあね、このアップデート来てタナトが弱くなったんだっけ、さっき起動してアップデート入ったから調べたらタナトも弱くなっちゃったからな。で最近ね、ツイッターなんかで俺結構なんか勝手に他の人のツイートとかつぶやかれてんの、なんか勝手に流れてくるんだけど、あれ何なんだろうな、まあ、よくわかんないんですが、まああとデッドバイデイライト攻略みたいのとかのツイートしてる人のあれを見るんですが、ナースがね結構強すぎてボロカスに叩かれてる感じなんですが、一つ言いたいのは、いや、ナースって難しいからね、基本的に。まあ、もちろん理不尽な強さなんだけど、その使いこなせるまで、ナース使ってる人なら分かると思うんですけど、それなりにやり続けないと、俺は1ヶ月か2ヶ月ぐらいかかったかな、ほんと使いこなせるまで。だからいきなり当たって上手い人にガンガンやられてるから、そう勘違いしたのか分かんないけど、もともとナースって、あら誰か抜けた、ナースってあれだからね、簡単なキラーじゃないからね、そもそもどうなんだろうな、割合的には。だってまあ今新しくなんだろう、パッチでナースもやりやすくなってきて増えてるのかもしれないけど、まあ、それにしたって難しいからね。この俺なんか PS4 の北米版かなり前からもうレートとかそういうなんかガクガクの状態でナース使い続けてたから、ちょっとね、このなんかナースを叩いてる人はどうかなと思うんだよな。最初のその初心者の頃は死ぬほど煽られて、ナースって本当に弱、この使えない、使い慣れてない人だって思われると本当に煽られるからね、キラーの中でも。そのナース使い続けた人は、その煽られ続けてなおも上手くなって強くなった人たちなわけだからさ、それをいきなりそういう風に言われるのはちょっとどうかなと思うんだよね。だって、まあ、今度も距離増しとかちょっと微妙に弱くなるみたいだけど、まあ、それは全然いいんだけど、距離増し弱くなっても、ただ性能自体を弱くするっていうのはちょっと違うと思うんだよな。なんかツイッターのあれとかのさ、障害物乗り越えできないようにしてほしいとか、ふざけたこと言ってる人もいたけどさ、それナースじゃねえじゃんっていうさ、もう、まあ、ビリーとかもね、弱くなったけど、まあでも、俺の感覚ではまだビリー強い印象だけどな、使って、まあ、オーバーヒットとかもあってきたけど、まあねー。まあ、ただサバイバーやってて上手い人に当てたらほんと何もできないっていうのは分かるんだけどね。サバイバーも俺昔サバ戦だったから気持ちは分かるんだけど、
ただまあ、今度のさ、安心感っていうパークだっけ？レベッカの。あれも、どうなんだろうね。やばいね。もがきのゲージとか。あれは しかも何回も使えるみたいだから、まあただ調整入ると思うけどな、さすがに。言ってもね。いませんか？ちょっと動いてたな。慎重だな。進んでいく。あ、こんにちは。そこ結構進んでる？いい逃げ方。下行ったか？オッケー。上か、上のあそこか。地下じゃなくて門絶行こうか。なんかし近くで足音すんな。やっぱここだったか。ちょっと天秤の距離まで離れたい。まだ救助しないで。オッケー。なんか右にいたな。どっちだ？いや、そこでつまんなよ。いや、あの人かな。こんだけ逃げるってことは。いや、マジか。いや、マジで？もったいな。いや、待って、あっしゃ。え、足跡なくね？え、うまくね、この人。あ、シャドウオブステップか、これ。いや、マジか。いやー、これは。だるいのつけてんな。
と思うんだよな。戻らない。いやーこれ最初の天秤使えなかったの結構痛いな。戻ってこないな。そこつける。持ってこないな。捨てたかもう。スプバ？あらららら。Okay.運べるかこれ。ギリギリ。シャートあった。これ天秤に来てえな。え、なんで姿見…あ、これもしかしてあれか。姿見えなくなるやつか。え、これシャドウオブステップの効果もあるの？え、この効果で姿見えなくなるとかあんの？マジで？マジであんな効果あるっけ？シャドウステップ。え？ウィット？いやーこうそれ厄介だな。シャドウオブステップ意外と。意外とというかめっちゃ厄介じゃない。いやーこれ厳しいな。ちょっと味かこれ。これもさ簡単そうにやってるけどめっちゃむずいからね。言っとくけど今のも。お、だいぶ減ったな。いや、天秤が一回も使えてないのは結構痛い。
ここは半分生かすか。これをさ、安心感だと止められるってのがすごいよな。ここの6メートル以内でキャンプしてると OK 使えるんだっけ。いやーマジかよ。危ねえ。しかも悶絶フックが、あ、近くにあるか。しかもさ、これさ、キラーにどの発電機が、あ、上にいたか、通知来なく、行かなくなったんだよね、これ。どの発電機が爆発したかっていうの。逃げてるぞ。よし。オッケー。フンヌのおかげだな、これは。あれってフンヌ発動前なんか今足跡出たー、天秤マジか、運が向いてきやがったな俺にも。よし、だいぶ止まったな。向こうの発電機つけられてほうが、あっ、あっちょー、誰でもいいけどオフレコだろ、オフレコ。オッケー、難しいからね、言うて。今のも。あれ、この人終わりかな？ OK。ほら、どこの発電機？せめて通知来てほしいよな。OK。えい、オッケー、いいね、この安心感対策としてはこれだな、この攻めだな。だ、徒歩キラーはできないんだよね、これ。キラーはできないけど、まあここまで使いこなせるようになるまでが大変なキラーだから、これはね。ここから飛んだ後、今いた？気のせいか？気のせい。一番上の人釣ってない気がするんだが。おお、よく乗り換えた。あ、これ上手かった人か、足跡消すの。はい、こんにちは。いや、これ絶対シャドウブーステップだよね、これ。やろう。ほら、足跡ないもんな。これ強ない？
マジっすか。呪いどこにあるんだろう。近くいた？どっちでもいいんだが、こっち行くか。どっち行ったの？足跡が見えるぞ。いた。あー、なんか引っかかった。いやー、呪いの方に行ってんのか。え、消えた。いや、これマジ厄介。呪いどこにあるんだろう。音しなくね。いやー、シャドウオブステップ意外とっつうか強えな。やる。下行った。いや、マジで結婚あるからいいけど。あ、そっちに何か落としたな。厄介すぎる。かなりの広範囲なんだよな、結構。終わり。これ見つけたいな、呪い。お？どうして地下にいるんだ。どうして君は地下にいるんだ。足跡でめっちゃ分かった。あ、そういえばさ、なんかツイッターで流れてきたんだけどさ、なんかさ、女の配信者でさ、俺ツイートしたんだけど、なんか今みたいな感じでさ、ガンガン走って足跡つけてるのに、でそれで見つかったら、うわ、チーターだーとか言ってたんだよね。そう、やばくない？走ってで言い訳、私走ってないのになんか見つけられたんだろとか言ってチーター扱いしてんの、配信者でだよ。そのキラーの人も配信者なのかな、なんか証拠動画みたいなの上げてたけどさ、やばいよな、サバ戦の人って。だからさ、本当にキラーとかやったことないんだろうね。で、意外と、俺ヘッドホンでしてるんだけど、音って聞こえるからね、今もうめき声で分かって、それで下に足跡あって分かったんだけど、サバイバーの声って、いつかのアップデートかあるか忘れたけど、怪我してなくても意外と結構音す、吐息とかしてるから、しゃがんでても、結構分かるんだよね、分かるときは。だから、あれだよな、本当にそれでチート認定するのはやばいと思ったわ、あれは。なんで居場所が分かったのみたいなこと言ってたから。やばいよね、今のサバイ。しかも女の人だったからね、それ。
いや、でもこの試合もギリギリだったからな。天秤がうまく刺さんなかったら。負けてた試合だったから、これ。しかもさ、安心感あったらさ、落としたい時に落とせないってのは結構きつくね。これ。ナースもだけど、徒歩キラーも、キラー全般だけど。特に徒歩キラーはマジでどうすんだろう、これ。なんかアップデートで発電機とか遅くなったり、キラーの強い環境が一瞬だけだったけど、あのパークで本当に安心感でまた逆転すんじゃね。サバイバーの有利な。だって耐久ギリギリまで発電機やってて、で、ギリギリ危なくなったら安心感入れればいいだけだからな。まあ、運営のキャンプするなってことなんだろうけど、キラーが6メートル以内にいなければ発動しないのかな。キャンプ対策ってそういうバグだよね。まあ、ただ落としたい時には確実に痛いからな。まあ、ただ6メートル離れていればいいってことなのかな。でも距離感微妙に分かりづらいよな。結構近めな距離。その範囲を出て、いやでもみんなパーティーとかでみんなで来たらちょなかなかのパークだと思うけどね。まあそんな感じで最近いろいろ言ってる ナースが言われたい放題なんで。ちょっと思ったことを言ってみました。これだよな。これ、どこの発電機か通知わかんなくなっちゃったんだよね、これ。はい。ということで、デッドバイデイライトでした。では。